はい、どうもデアルです。さて今回はですね、ザ・レイバーズデイ、皆さん先日行われましたね、見ましたかね、あのザ・レイバーズデイ、僕ね、あのペーパービューで見させていただいたんですけれども、まああの感想動画ね、あの終わった直後に出しましたけれども、まあ冷静になって数日経ってですね、いろいろ思うことがありますよ、というか、まあね、ファンの皆さん、レイバーズの皆さんの中でもかなり SNS で意見というか、まあいろいろね声が上がってたんですよ。で、僕もちょっといろいろ思うことがあったんで喋らせていただこうかなと思って回しております。というわけでね、早速本編いきましょうか。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでね、そうなんですよ、レイバーズデイね、まあ行った方もいらっしゃると思いますしね、現地にね、ペーパービューで見たよっていう方もいらっしゃると思いますし、いろんな情報を聞いて嫉妬しそうだからペーパービュー見れてないんだよとかっていう人もいると思いますしね、本当にいろんな意見がありましたね、レイバーズデイに関しては。で、まあいろいろねあると思うんですよ、僕もあります。だから今から喋っていくんですけど、取り留めなく喋っていくんで結構ねぐちゃぐちゃになると思いますけれども、ちょっとお付き合いしていただけたらなと思います。まず大きく言いましょう。まずね、まず本人確認、これなかったって言うじゃない、本人確認なかったって言うじゃないの、これがね大問題だよね。ファンクラブイベントって言ってるわけじゃないですか。なおかつね、かなりの高額転売されてるのももちろん知ってたと思います、運営さんもね。本人確認しなきゃダメだよねって言ったところですよ。本当にね、これはね、まあイベントの内容にもね繋がることだし、この本人確認がなかったっていうところがね、まあもしかしたらファンクラブじゃない方が入れてた可能性もあるってことじゃないですか。でね、まあ本人確認はもう前回の動画でもあーだこーだ言ったんであんまりは言わないんですけど、ちゃんとしてくださいねって言ったところなんですけれども、イベントの内容もそうだよね。なんて言うんでしょう、ランペのみんながかなり客席に降りてたじゃないですか。隣に座ったりとか、なんだったらファンに触れてみたりだとか、まあ登場から客席から出てきたりとか、ウェルカムトゥーパラダイスではもう降りていたり、もうそんなもんだから、とにかく、まあファンとの、まあね、近くに行きたいっていう、まあランペの思いもあることでしょう。ね。で、まあ終始、まあ割となんかこうポイントポイントで客席に降りたりしていたじゃん。いや、待てよと、俺思ったわけですよ。俺も思ったし、ファンの方も言ってたと思うんですけれども、あれが OK ならば、ね、あの距離感が今 OK であるならばよ、ならば、リリーベのあの仕切りは何ですかって、ね、なるわけじゃん。一枚さ、透明なさ、アクリル板が、ふわらばらばらばらってあるわけじゃん。リリーベとかもそう、最近さ、まだあるわけじゃん。でも、あれが良しとされるならばよ、あの客席に降りていくのが良しとされるならばよ、今までのは何だったんですかなるわけじゃないですか。ねえ、本当に。で、本人確認なしでファンクラブじゃない人たちが入ったら、ああ、なるわけでしょ。そりゃまあ、もうね、みんな怒るのもわかるわ。ねえ、本当に。だって、行きたくても行けなかった人も多くいると思うんですよ。僕もそうですしね。いろん、遠いとか、日程が合わないとか、もうただ単に外れたとか、まあ、いろいろ理由あると思うんですけれども、いや、もう、だから、CL で見たらいいじゃんってね、言い張ると思うんですけど、いや、まあ、俺みたいに見てさ、嫉妬しても、うぎゃーって言えば気が済む人もいると思いますけど、でも、本当に、ランペのことが好きで、ね、レイバーズで、嫉妬で狂いそうになって、見れないっていう人もいると思います。それは、絶対いるよ、そんなもん。いやー、気持ちわかるもんだって。あれはね、ってなっても、俺さ、そんなこと知らずにさ、軽い気持ちで、歌とか歌ったりとかして、ファンのみんなと盛り上がるのかなぐらいで、見たらさ、登場から客席じゃん。ってなるよね、そりゃ。なんでって。客席って降りてよかったっけってなるじゃん。客席から出てきてよかったっけってなるじゃん。何のために今まで、あの一枚アクリル板してたのってなるわけじゃん。ねえ、本当に。ねえ、まあ今ね、緩和されてきたとは言いましても、今やっている、そのリリーベ関係、ほら、リルリーグとかもね、昨日今日やってたと思うんですけれども、それでも薄いさ、あの一枚幕があったわけじゃん、透明な。でもね、
ランペのねえあのファンクラブイベントのようはなかった。だって客席だもん。ないよそりゃ。ねえそりゃ言われるて本当に。でもねあとはもう元も子もない話するけど、そもそもレイバーズデイ分かるよ、6月16日大切にしたい決めたから分かるけど、いや1日って、1日で1会場しかも東京ってってなるて。でしかも豊洲ピットって箱狭い、もう分かりきってるやん。だって豊洲ピットって2000人ぐらいのキャパでしょ。ランペのファンの人数見てみ、本当にファンクラブの人数も見てみ、本当ね、狭いじゃんってなるのは分かる。まあ一発目だからねっていうのは分かるんだけれども、予想がつかないっていうのも分かるんだけれども、いや日頃のさライブでファンクラブの人数どれだけ応募してるってなるわけじゃないですか。本当にね、だからそこら辺は来年からよう考えてくださいよ本当にって感じなんですよ。まずレイバーズのためを思うならもうレイバーズデイに絞らない、もう本当にもうワンデーに絞ったら大変なことになるから、まあレイバーズマンスみたいな感じで歌って、この1ヶ月はレイバーズのためにいろんな施策しますよって言って、何日と何日と何日はリアルイベント開催しますよってやって、だから6月をレイバーズマンスだよね。大阪と東京とどこどこでイベントやりますよ、まあ大阪と東京だけでもいいわね、イベントやりますよって、レイバーズファンミーティングやりますよみたいなのでもいいと思うの全然。うん、わざわざ1日に絞ってなんて俺ら思ってないからっていうねところはあると思うんですよ、うん、東京と大阪でやってくれたらある程度東北関東圏の人と九州関西圏とか西側だから東側西側とかでやれるわけじゃない。本当にねそこはそう思う。あとは本当にキャパも見積もり直してください。本当にいやね本当にそうだと思う。なんかね、いやだっていろいろね動画出回って TikTok だったりとか Twitter とかでね動画も出回ってたけど、あんなん嫉妬で来るって本当に。もう本当に、えだってさあれリリーベとかよりも近いじゃん。もうだから幕がないのとあるので本当に大きな差があると思う。あれ分からん、お見送り会あったらしいじゃない、あのイベントの後は。あそこにね幕があったかどうかはもう分からんけども、まああったらもうわけ分かんないよねそれこそね。あのお見送り会の時にアクリル板みたいな薄い一枚の、まあ、幕みたいなのあったら、透明な幕があったらもうわけ分からんよね。だってもう客席降りてきてるじゃんってなるわけだから、ツッコミどころ満載だよねそんなんね。本当にいやーって思いますよね本当にね。えどうなってんのってね、冷静に考えてみたらやっぱ思うもんね。うちの妹からもね言われましたし、あれはさみたいなことも言ってきたし、まあ、ファンの方も言ってましたし、いやーそうね、だからあれはちょっと運営側から分かんないけどね、ちょっと考えが足りないような気もしましたね。今までやってきたことを踏まえてやったらああならないはずだと思うんですよね。客席っていうところ、だって声出る、今声出ていいわけじゃん。声がねで声を出すっていうところから、ね、透明な幕がまだとね、まだ今イベントでリリーベとかではあると思うのね、直接対面するわけだから。それがもうなかったわけですからね、本当にどうなってるんでしょうか。はい、ということでまあここら辺ですかね。もうとりあえず本当にもう会場をね増やしてください、キャパを大きくしてください。で直接何客席に降りるのは何ですかとね、今までやってきた幕は何だったんですかというようなところで、あと本人確認、これ一番ね。本当にファンクラブイベントって言ってるんだからめんどくさいかもしれないけど本人確認やらないとっていったところですね。はい、というわけでちょっとね本当に思ったところはね話させていただきました。以上であれでした。そしてですね、今ね6月19日0時4分ということで僕23歳になりました。いやおめでとうございます。この動画でなったかって思うところではあるんですけれども、23歳になりましたね。はい、23歳この6月19日はですねちょっとねまあいろいろ
何あの誕生日動画みたいなのもね撮ってこようかなと思ってます。外に出てねあのロケしてこようと思ってるんで、あのそれはまたねあの動画楽しみにしていただけたらなと思います。ちょっとねあの気合を入れてみましたということでね、あの楽しみにしておいてください。そしてあのまたね6月19日は、まあ、今日ですよね、あの夜ぐらいに生配信できたらしようと思ってますので、よかったら遊びに来てください。はい、というわけで以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまたね、バイバイ。